クレーンエンジンとは、トヨタ自動車の V 型6気筒ガソリンエンジンの系列である。バンク角は60度。2003年12月に登場したクラウンに搭載され、翌年の2004年11月にはマーク X にも搭載され、かつての直列6気筒の JZ 型と、V 型6気筒の VZ 型、MZ 型の後継エンジンとなった。 2005イヤーモデルのレクサス GS に搭載される形で3.5リットルのニグレーンフスが登場。同年10月にはクラウンのマイナーチェンジに伴いアスリート系の上級グレードにニグレーンフスが搭載されている。当初、国内では無塩プレミアムガソリン仕様のみだったがユーザー間ではパワー向上よりも経済性を重視する声が増えてきたことや レギュラーガソリンでも十分な出力を得られることから一部レギュラーガソリン仕様が登場した出力トルク搭載車種グレーン型で最初にデビューしたエンジンこの4.0リットル仕様は主に SUV とライトトラックに搭載されるため他のグレーン系エンジンに比べ最高出力よりも低中速のトルク特性や耐久性に重点が置かれた設計がなされている 2009年9月に発売された150系ランドクルーザープラドに搭載されたものから、排気側にも、可変バルブタイミング機構が追加され、大幅に出力を向上させた。これは主にバルブ形状や、バルブタイミング、燃焼室形状等の細かい見直しにより、燃焼速度を向上させた結果である。また同時に、タイノック特性も改善され、出力を向上させながら、 レギュラーガソリン仕様となっている。出力、トルク搭載車種、FF ベースの車種に搭載するため、横置きエンジンとして設計されている。国内では、エスティマ、ハリアー。出力、トルク搭載車種にグレーンフス出力、トルク搭載車種等内直接燃料噴射を採用したエンジン。直噴仕様となるが、いわゆる直接噴射だけではなく、ポート噴射式も併用した。 世界初の機構を持つエンジン。低中回転域では状況に応じて、両者を使い分け、高回転では直接噴射の燃料気化冷却により、タイノック特性を改善しながら最高回転数に至る。旧排気量側の可変バルブタイミングと合わせ、すべての回転域で高トルクを確保するなど扱いやすい特性を持つ。また双方の利点を活かし、高出力。 低燃費を実現している。一方、新世代エンジンでありながら可変吸気システムを持たないシンプルな機構も特徴である。これは、高回転域での効率を追求した結果である。これにより高回転域においてシャープな吹け上がりと感能的なサウンドを同時に実現している。一方で、フリクションロスの徹底的な低減により、メカノイズが減少。 アイドリング時のインジェクターの音が目立つなどの意見もある。搭載車種出力、トルク搭載車種搭載車種、出力、トルク、搭載車種中国仕様のクラウンなどに搭載されるために開発されたエンジン。中国や中東などアジア諸国で生産、販売されるため直噴仕様ではなく、生産性や整備性に優れる通常のポート噴射式に改められている。 日本国内向けのパトロールカー仕様は、従前型の 2JZ エンジンとは異なり、市販モデルと同一のエンジンが搭載されている。よって、ポート噴射式のサングレーに FE 搭載のパトロールカーは存在しない。サングレーンフスのカットモデル、出力、トルク、搭載車種直接燃料噴射仕様。出力、トルク現在の搭載車種過去の搭載車種。出力、 トルク搭載車種4グレーン型と同じく2.5リットルエンジンであるが内径工程が異なるため5グレーン型となる。これはグレーン型エンジンを中国で生産するにあたり設備上の関係で3.0リットルと内径を共通にする必要があったためである。また3グレーン FE 同様整備性や生産性の観点から直噴を採用していない。出力 トルク搭載車種出力、トルク搭載車種出力、トルク搭載車種、ありがとうございます。